俺の名前は、ナルフミヒーロ。唐突だが、俺は今目の前の二人に拘束されている状態だ。俺が助かる方法は一つ。それは、画面の前の君がニューゲームをして、ゲームを始めることだ。そうすれば、俺は解放される。オッケー。つまり何が言いたいかというと、早くゲームスタートを押してほしいんだけど、ブワーめちゃくちゃ殴られるんだ。ブワーさっさと、ニューゲームを押していただきたいところなんですけど。やめない?いきなり殴ってくるのちょっとやばいと思うよ、本当に。真面目にちょっとやばいと思うんだけど。そういうわけでさ、プレイヤーさんにまあ早く何が言いたいかっていうと、黙って見てないで早くゲームを進めてほしいってところなんですけど。今完全にね、楽しんでるよね、ここまで見てるってことはね。なんか楽しんでますよね。なんか、もう僕がどんどん殴られていくのをね、ニューゲーム押したら普通にゲーム遊べるんだからさ、さっさと押して、うれでも、今コンパスで刺しやがった。親父にも刺されたことないの。やめて、ちょっとハンマーはマジで死んじゃうからやめて、ちょっと。こうして、ナルフミヒーローは、プレイヤーがゲームを早く始めなかったがために、その命を散らしてしまった。ここまでオープニングを飛ばさずに見ていてくれたプレイヤーに、この歌を送ります。タイトルは、あなたに伝えたいこと。早く、ゲーム、始めろよなげえよ。ちょっと待って。ちょっと待って。黙れ。ちょっとうるせえ。あ、これ消えた。消えた消えた。よかった。静かに始めれる、これで。今回はですね、さ、ドンですというゲームをやりたいと思います。なげえよ、とにかく。もう動画始まっていきなりあれはもう笑うでしょ。こちらのゲームですね、視聴者に、ホワイト、このさ、ドンですというゲームをやってみてくれないかと言われたんで、ちょっと見てみたんですけど、まあ、この匿名な話っていう名前の時点でちょっともう察した人はいるでしょう。そうです。最大ギャル RPG その他もろもろの作者さんのゲームですね。はい。いや、行かれてるでしょ、もう。何これ。もうタイトル画面でこんなことあんの?1分ぐらい使ったでしょ、多分。やっていきたいと思います。うるせえな、相変わらず。もう、かれこれ3作品くらいこの方のゲームやったんですけど、全部さ、あれがあるじゃん。ドドドドドみたいなやつ。でもさ、この作品ね、多分作品たちよりも前の作品だからさ、もしかしたらないと思うんだよね。始めろ!歌ってる!歌ってた!もういいよ。行くよ。やっと始めるよ、俺。さあ、ドンです。始めますね。もういいって!ちなみにこれ。ここは、私立柏坂鶏肉学園。癖。札付きのワルが集まる。癖ついよ。その筋では有名な学校である。おう。おう、オッケー。なんかさ、一応このゲームのプレイ時間11分だったんだよね。なんで10分じゃないの?その1分何だったんだろうね。あ、そういうことか。このタイトル画面で1分使うからか。だから11分なのか、このゲーム。なるほどな。もうすでにもう、世界観がおかしいけどね。戦車やらヘリコプターあるけど。何真ん中で。じゃあ、ささみ、また明日ね。声の質、音質、バッサバサやん。ボッソボソやん。あれ?なんか、1000円ぐらいのマイクで撮ってんのかな?めちゃめちゃ音質悪くなかった、今。メガネのモブ。明日は豚肉学園に勝ち込みだから火炎瓶と釘だって忘れんなよ。いやもうちょっと待って、声よく聞こえないって。声がバサバサすぎてさ、もうすごいよノイズ。お前誰だよ。ええ、皆さんまた明日です。何ボロボロの PC で撮ってんのね。みんな音質悪いじゃん。明日が楽しみだぜ。おい、明日どっちが多く買えるか勝負しようぜ。キャラは可愛いんだけどね。あらあら、お前は何なんだ。さてと、家に帰って早速火炎瓶を作らないと。ついでに自転車のチームも武器として開催しちゃおう。ちょっともう世界観についていけないって。でこれデスゲームなんだよね、多分。サドンデスってさ、まあなんかつなげるとサドンデスになるじゃん。まあそういうところもあるんじゃないかな。作り込みってか、面白そうなんだけどね、うん。うん。こういう演出とかはさ、すごいいいと思うんですよ。ただ全部、ふざけすぎなんだよな、この作者さん。ささみちゃん殺されちゃったよ。てか、これデスゲームは、なんか、来たぞ。ちょ、待って待って待って、なんだ。
なんだ今なんか変な画面に行ったぞ。なんだったの今の。このささみちゃんが主人公なんですよ。待って雑だったな急に。ワニにカバに、なんだこれ、スキリンかな、わかんねえけど。なんだこれは。あ、出た。これさ、俺なんかすることあんの？どうせまた見てるだけでしょこれ。これで金持ちのジジイでももう喜びなので。もうさ、ひょろひょろなのよ体が。さて、そろそろ始めるのです。うん。こいつらがあれか、ゲームマスターみたいな感じね。どうした、なんだてめえら、俺をこんな場所に連れてきやがって。お前一番目に死ぬだろうな多分。後ろから踏み打ちたら舐めたまにしてくれるじゃねえか。デスロール食らわすぞこら。お前ゲソゲソじゃねえか。お前お前歯どうした、歯並びがもう最悪だな。歯並び飯作るとき大変だろうな。あ、いるいるいる、デスゲームによく一人はいるよね、寡黙だけど実はなんかすごく頭が良くて主人公によくサポートしてくれるみたいなやつでしょ。こいつ違うかな、見た目はちょっと違うけど。この3人はコートやめろ。お前マイク音質やばくない本当に。早速ですがここにいる皆さんには4人で殺し合いをしてもらうのです。早口が早口すごいな。殺し合いですって、もういちいちこって言うのやめろ。いや何を驚いてるのです、お前らが普段から抗争だの縄張り争いだのしてるやつがちょっと過激になるだけなのです。テンションうざいな。ちなみにお前らの姿はボカボカ動画で生放送されているのです。なんだそれ。街並みは趣味の娯楽、それを同時に満たす画期的なイベントなのです。笑い方うぜえ。止まりませんよ、止まりませんよな赤穂ちゃん。もう本当に本当に癖が強いんだよ全部。だから俺全部つぼらんだよな。お、突っかかるか、生きてんのも大概にしろや。そんなにスタッタにされてなら望み通りデスロールしてやんよ。もう強くなったな。デスロールとは野生のワニの必殺技である。死ぬって。分かった分かった、音速を超えて空気との摩擦により牙が炎をまとうのだ。食らいついた肉を焼きながら美味しく食べるという最強の奥義なのである、うん、死ぬ前のやつやん、死ぬ前のやつ、今すぐ死ぬやつの前に流れるちょっと長めの説明でしょ。こいつ今死ぬやつやん、もうフラグ立ったやん。反抗的なやつはこうです。おいしそうになったな。こうなりたくなかったら周りのやつら全員に加減にして自分だけ助かればいいのです。なんだこの緊張感のないデスゲーム。たまりませんな、たまりませんな赤包丁だな。お前も黙れマジで。お前も長い長い長いからちょっともう笑いたい。上等じゃねえか、やってやるぜ。ちょっと強そうだね、さっきのあの豚は。うん、やっぱこいつ寡黙キャラだね。じゃあまずはそこの牛と鳥で殺し合ってもらうとしましょうかね。今回二人で惨めに争ってもらうゲームは、うん、こちらです。トゥルルルルバカホー食肉フレンズのジャンクバトル。いやこれさ、今までの流れだと俺移動とかしかしなかったんだけどね、今回なんかあんのかね。ジャンクバトル、うん、ルールは簡単、ジャンケンに負けた方がデスなのです。早速早速始めるのです。青コーナー、お俺やんのかな、俺ライト界のバスケーサローイン・ゴージサローイン・ゴージね、こいつが強そうだね、ちょっと小肉学園のカレー、バナ空気に飲まれてしまっている、うん、てか多分これでバトルが始まったらまあ勝ち目はないよね。私たちの縄張り争いに死人が出るなんて言語道断、私もバナ空気に飲まれてしまわないよう、うん、気をしっかり持たないといけませんよ。そうだね。ヘイ赤コーナーチルレのレジョー、いいね、このコール結構ちゃんとしてるよね。本気出してきた。いいね、お何をするの、ちゃんとなんかあるよね、ゲーム的なやつなんかあるでしょ。このまま戦えば死人が出てしまいます、なんとか2人とも生き残る方法を考えましょう、うん、いやーこれ無理じゃない。関係ねえ、こいつはやる気満々よ。俺の筋肉パワーで圧勝だぜ。そっか、よろしくな、あなたは休め、
アイアムパワフルビーなんか強そうだけどなんかな、イカれてんな。しかし赤穂町殿のなぜじゃんけんなのですか。あんな誰でも思いつくようなけん死んだ爺やが言っていただしょ、参加者にじゃんけんをさせるですけど主催者は無能だけん。クセ強い。ええ、普通ならね。ですがこの場においては実に興味深いゲームとなるのですよ、アホちゃん。何なんそのちょっとコモコモ言ってんの。パーしか出せない。うん、てかお前さっきから口についてんのそれなんだ、髪それ。いや一応頑張って折り曲げたらグーも出せる、超興味ですね。なんとかこの2つで乗り切るしか。グーグーがグー頑張ってんな。うわー、ボクシンググラムしてるからグーしか出せねー。まだ発せねんだろうな。結構これ取るの大変だもんね。向こうも大変みたいですね。じゃあもうパー出せ今のうち。じゃあいきますよ、じゃんけん。パー出そう。外してやったぞ。どうやって外したんだよ、手でか、手じゃねえ、口か、口でこうやってやったのか。普通に負けた。こうしてグローブを外せば別の手が出るということに気づかなかったプレイヤーのせいでささみさんは死んでしまった。いやちょっと待って、そんなに自分でグローブ外せるか、あれ。うわ、俺さ昔やったことあるけどさ、ちょっとねなんか遊び感覚で結構取れなかったよあれ。助かりました。うるせえ、黙れ。なんだお前。うわうるせえ。よしかったぞ。もうノリがさ、一生このノリじゃん。もう無理だって、テンションについていけないもん。なあバカな、この俺の筋肉が。いや筋肉関係ないから。次は筋肉じゃなく頭を鍛えるんだな。いや頭も関係ないだろ、じゃんけんは。こいつただ頑張ってチョキ出して、お前は頑張って手折り曲げてグー出しただけだろ。まあ次なんてないんですけどね。汚ねえ、おい。お前ちょっと唾飛んだろ。じゃあ早速、歯医者を料理するとします。レッツクッキング。あらー、あー、いっちゃった。あー、始まるぞ。なんだこれ。ロックンロールクッキングベビー。バンサングファイユー。ロックンロールクッキングベビー。キンジュのバンサングファイユー。緊張のまさか。見てください、このサローインさんの変わり果てた姿を。いや普通に美味しそうなカレー。ちょっとそっか、今俺みんな食い物ではあるんだね、鶏肉豚肉。おお、だんだんかっこよく見えてきた豚が。くしょう、なんて恐ろしいゲームなんだ。お前なんで喋れてんだよ。盛り上がってきたところだ。次のゲームに進みましょう。そのノリやめろ。続くんですか。うん、セーブ、やっぱセーブないんだなこれ。さっきからオートセーブ入ってるけど、本当これずっとこれで続くんだな。次のゲームはこちら。パパ運気です。また運じゃん。ババン運気です。ほぼ運じゃん結局。お前すましてるけどさ、お前も多分普通に負けるぞ。アイアムパワフルビー。お前喋んな。最後まで持っていた方が負けという、極めてシンプルなゲームでございます。普通に説明せえもん。なそう思いますでしょ、赤穂町殿。ずっと待ってんじゃん。赤穂町殿もそう思いますよね。もうやだ俺こいつ。赤穂町、ジーヤが生前おっしゃっていましたよ、参加者にトランプをやらせる主催者は無能の極みだと。言われてるぞ。甘いのです赤包丁、これだから赤包丁甘い。カードが一枚一枚減っていくことに感じる視野の恐怖を参加者が感じることによっても金持ちじじいどもを喜ばせることができるんですよ。最後の何、わざわざ文章で書いてるけど、トゥルフルストゥルフ、なんだこれ。今回も勝たせてもらいますよ。なんか最初は全員成果を目標にしていましたが、一人死ぬらどうでもよくなってきました。結構ひどいなお前。頭脳戦で俺に勝てると思う。お前 BGM に声負けてんだよ、珍しいなこのゲームで。この作者さんのゲームでボイスが負けるのすごい珍しいぞ。うるさいですよ、さっさと食品加工されてしまいました。言うな。終わらせてやる。怖い。おーかっけー。かっけーけどもなんかさ、
こんな済ましてるけど、そこで殺せんでしょ。でも一応やろうぜ、もう惨めにやろうぜ。3日間にも及ぶ壮絶な戦いとなった。そんなかかる？ババ抜きでしょ。何に時間かかってんの？そういうこと、なかなかやるじゃん。何これ1枚引くごとに何30時間ぐらいかかってんの？あなたもね。おう、1最後の3枚になったからなかなか終わらないのです。だから言ったのです、トランプを持ち出すデスゲの主催者は無能と。ドル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 、そのなんか冒険家を打っているのですかな、赤包丁だな。もうボイスで遊ぶなって。え、やるかおい。やるかおい。いや、ツバ飛びすぎ。お互い体力は限界、決着をつけるなら今。今あいつらやり合ってるぞ。もう協力したあいつら殺せばいいだろう。どっちのカードを引く？いや、ヒントもクソもないな、おい。下行くか、左。おい、ダメやんけ。しまった。今だ、チャンス。もうさ、これ作者歌いたいだけでしょね。変なボイスやってさ、あと歌いたいだけだよね。また最初からこれ。ここ面白。お互い体力は限界、決着をつけるなら今。いや、もう行くよ。右。なんかさ、全然全然デスゲームしてる感じがない。シュワー。バカな、俺の天才的頭脳が。関係ねえんだって。認めんぞ。頭脳関係ある、これババ抜きだぞ、本当に。にゃー。またこれ。レッツクッキング。ロックンロールクッキングベイビー、近所の晩餐がファイヤー。ロックンロールクッキングベイビー、近所の晩餐がファイヤー。もう歌えるわ。何これ。こうして焼き野原豚之助は慈悲のないプレイヤーによってその命を奪われてしまう。うるせえ。いや、ゲボピラフ作ってる作者に言われたくねえんだけど。なんでゲボピラフって。なんだよおい。あれ、あ、そうか、なんだかあの二人ボロボロじゃありませんか。そうか、ちょっとやり合ってたもんね。言われてみれば。 なんでお前喋れてんだよ。当然だ、あいつらはさっきまで殴り合いをしていたんだからな。いや、喋れるならデスゲームじゃないじゃん。皆さん、今なら全員で袋にして手足をへし折れば、その隙に逃げられるかもしれませんよ。おう、行こうか。もうやっちまおうぜ。なんなのです、お前ら。関係ないのです。反逆者は死刑なのです。もうやれ、もう。そうはさせねえぜ。なんだ？どっちの味方だ？赤包丁。赤包丁だろ。お前は見せしめにされたワニ。あ、ワニ。それ忘れてた。あ、今だ、鳥、とどめを刺すんだ。何これ。デスゲームの主催者たちは武器を手に襲いかかってきた。お、RPG になった。戦う。なんだこれ、全部サンダー必殺技、炎をまとった爪、氷属性の敵になりたい。なんだこいつ、いろんな属性持ってるぞ。ササミポーションも持ってんかい。ササミさんの主食、あ、ポション。ポション。いや、これ普通に色的な感じでさ、炎は青じゃない、こっちじゃない、はい、あ、あんま食らない。食らってんのかな。うるせえ。え、ちょ、これどっちにもやってみるか。これで160ぐらい下げれたでしょ。あんま出なかったらやっぱそういうことだよね。やってみよう。あ、やっぱ食わないんだ、半減されてるな。え、でもさ、ささみ強くない、全然減ってなくない。ささみが強いじゃなくてこいつらが弱くない。いや、他のやつらも手伝え。もう死ぬんじゃない。あ、弱っ。ちゃんと弱いじゃん。普通に攻撃しよっか。何このシュールなんだらかい。け。弱え。もうゲボピラフ言いたいだけじゃん。なんだこれ。手羽先入れてさばき。もうさ、疲れるんだってこのノリ。みんなご飯になった。アホみたいな戦いは幕を閉じた。アホみたいな戦い。
ずっと思ってたよ。そんな終わりかこれで。いやー助かりました、ありがとうございます。うん、こいつら助かってないけどね。勘違いするなよ、ヤンキー同士の水耕の争いの前に横槍を入れられるのが我慢ならねえだけだ。うん、お前らご飯なってるやん。それではまた放送で会いましょう。鶏肉学園が最強だとあなた方をしだるまにすることで証明してあげましょう。それは俺のセリフだ。こいつ一番かわいそうじゃない、こいつゲボピラフだよ。アイアムパワー。彼女たちの戦いはこれからも続く。匿名七七先生の次回作にご期待ください。うん、なんだかんだちょっと期待してるけどね。なんだ来るか。もう歌まみれだから。はいはい、何ですか。どんな感じだ今回は。マスコくん。ロックンロールクッキングベビー。近所のバンサンがファイヤー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 。マスコくん。マスコくん。バスコくん。ごめんなさいね。すいませんね。ごめんなさいね。すいませんね。ごめんなさいね。すいませんね。申し訳ないね。すいませんね。ごめんなさいね。すいませんね。ごめんなさいね。すいませんね。ごめんなさいね。すいませんね。申し訳ないね。マスコくん。もう無理、もう無理、俺これ本当ツボだこれ。最初からこの BGM にしてよ。もう疲れたよ俺これ聞くだけで。もう涙ウェ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 のところでもう無理だったって。いやさ、すごいこういうイカれたゲーム作るけどなんだかんだすごい律儀なんだよな。いやめっちゃ面白かった。いやこれは他のゲームもやっぱりやりたくなってくるな。ちょっと他のゲームも気になってくんだよな、やっちゃうと。普通に勘かよ、今までクソふざけてたくせに。俺の名前ちゃんと終わった。唐突だが喋んな。ごめんなさい、続けてやってもいいですか。この光の勇者と禁断魔術っていう、割とタイトルはちゃんとしてるんだけど、これ新作らしいんだよね。でしかも10分ぐらいで終わるんでやろうかなと思います。もう俺ここまで来ればファンだと思う。もう自分でももうファンですね私。しかも見てこのボタンの音、めちゃめちゃちゃんとしてるよ。いいのかな、逆にちょっと不安だけど。いきます。あ、行かれてそう。やったぜ、勇者の父親を仕留めたぜ。今日は焼肉でな。ちょっと待って、めちゃめちゃ気持ち悪いじゃんこれ。キモ、これ魔王かよ。お父様。顔ちゃんとブサイクだな。後ろでなんか聞こえる。冒険の末ついに魔王の城にたどり着いた勇者オジャヌ。しかし魔王の城には苛烈を極め、とどめを刺されそうになった勇者をかばったの行方不明になっていたはずのオジャヌの父親だった。これ鳴き声か、もううるせえな。もっとちゃんとした武器持ってこいよ。後ろに背負ってのなんだよそれ、棒じゃねえかよ。くわ、ここまでか。死にゆく俺からの最後の贈り物。パパ、オジャンヌがお前に魔王を倒せる最大呪文を託そう。おう、あたさま。ちょっと待って、おオジャンヌ、お前タイトル画面にいたよな、ちゃんと凛々しい顔で。今どうした、俺でも書けそうだぞ。呪文の名は、うん、魔王の城しょぼ。そういえば何だ。お前がまだ小さかった頃。ダメんなおい。お父さん、そんなにいいから最大呪文。演技よ。懐かしいな。つい昨日のことのようだ。ダメんなって。でどうしよう、喋らないでや、まず教えてもらった方がいいんじゃない。くたばりかけとるやんけ。いいから、最後の力を嬉しい、最大呪文を伝授してください。からくたばって。おい、文章で本音言うな。お前が幼き頃、収穫祭の時の話だ。いいって、早よしね。パパが弁当を作ってやったよな。いいって、全然感動しねえからよ。二段弁当でしたわ。友人と一緒に食べようと一段目を開けた、レトルトカレーが起きらずに入っていました。ひどいなそれは。
それ嫌な思い出じゃねえかよ。時間がなかったんだ、愛する娘よ。でも今話すな。それそれを見て私は一面の白米を覚悟して二段目を開けました。おう、そしたら納豆がぎっしり敷き詰められていましたわ。チョイスよ、カレーな。まあうまいけどね、うまいけどね。でもメインの米がないんかい。期限が近かったんだ、娘よ。そっか。お前はよく聞いてられるな。お前何笑ってんねん。やはり料理には愛情という魔法が最大の隠し味なのだよ。今関係ないから。魔王よ、貴様には分かるまい。分かんないでしょうね、魔王だし。あなたの選択によって最大呪文らしきワードをパパから引き出しました。お、ちょっとゲームっぽいね。うまく会話して脱線しがちなパパから呪文の名前を聞き出そう。愛情か。さあお父様、早く呪文を教えてください。マジ、お前本当は悲しんでねえだろ。ちょっと最初だけ普通だろ。語尾らへんからちょっと悲しそうな感じ出してるけど。ああ、呪文の名は言えよ、さすがに。そうそう、呪文といえば娘よ。先日飼っていた鶏かな。もういいって。顔面をグーで殴る。シャクシャクおい。たったおじゃんのはわんぱくだな。見なさい、鼻がねじ曲がってしまった。鼻ねえだろうがよ、はよ死ねえよお前。お前はずっと笑ってるな。お前何笑ってんねん。さっきも聞いたよ。家族の成長をこの目で見れて私は幸せだ。魔王よ、貴様には分かるまい。これあと何回やんのよ。なんやねんこいつ。お前もだよ。今のおジャンヌなら使えるだろう。禁断の呪文ワンパークですらもな。でも言ってくれてるけどね。何か言いまして。いや何でもないさ。何でもあるだろう。そんなことは聞いていません。はよ言って。最大呪文の名前教えるのですわ。はよ言って。おっと、そうだったな、最大呪文の名は。おう、まだあるだろ。このタイミングで、このタイミングで外めちゃめちゃ雨降ってきたけど。今豪雨だぞ外。なんだこのタイミング。お父様、あと一息ですわ。ちょ待って、頑張ってくださいまし。で今気づいたけど、この黒いのずっとなんだろうなと思ったら、これ髪なの、これ。このすごい体調悪い時に出るうんこみてえなの、これね、髪なの。髪つながってないぞ。一生懸命だな。これボイスやるときいつもタンどんだけ出てんだろうな。苦しそうですわね。何かお薬を。え、薬草。いやこういうときこそ薬草なのかな。でも万能薬。でもこれあれか、状態異常系かな。薬草じゃないこういうときこそ。ありがとう我が娘よ。おかげでまた話せそうだ。いやもういいって、マジで早く言え。薬草といえばあれだな。もういいって。小さい頃よく転んで怪我して泣いていたお前の村でのあだ名は妖怪薬草潰しだった。薬草潰し。まあ迷惑だな。そんなお前が今は勇者か、立派になったな。お前は何なんだよ。お父さん。魔王よ、これが家族の愛や。貴様には分かるまい。またフハハハハだろ。なぜ貴様はたまに家族マウントを取ろうとする。喋、るんかい普通に。そんな娘のために編み出した呪文だってあるんだ。この薬草の効果を倍にする薬倍、家族の愛の塊のような呪文かな。おう、薬倍ね。そろそろ時間だ。おおじゃんのよ、やっとか。最大呪文をお前に託そう。やっとかこれは。お父様、お父様。お前もう疲れたろ、お父様っていうの。最大呪文の名は。ためんなよ、もうためんなよ。おぼ、お死んだガチで。俺きついこれ。このさ、ボイスを高速でリピートするオロロロロのやつ、これきついんだよ俺。これ一番、もう画面もやべえな。あとは貴様だけどな、優勝ジャンヌ。まあ、ほんと気持ち悪いな。魔王城なのに。またこれか。名は聞けずじまい。またこれか。でもお父様との会話の中に呪文の名がいくつか出てきたはずですわ。ギフト後で送りますね、作者さんに。はい、うん、突っ込もうと思ったんだけど。ここで寝てんの。
魔王なんか質素だね。きっとその中に最大呪文さあ呪文の名を叫べますわよ。喰らいなさい魔王、呪文の名を。でもさ、これ3つ4つは覚えたよね。呪文の名をカタカ、うわこれ自分でやんのかい。なんで豚なんで豚俺が覚えたのワンパークだよね確か。でもさ、結局これ1回しか打てないんだよね。ワンパーク、ワンパークと最初のやつもう覚えてないよ、これ笑いすぎて。ワンパークよ。あ、強いんじゃね。何おお、やめろ。おっと、いいぞいいぞ。こいつ人間としての感情を失っているのか。お強い強い。こうしておジャンヌ一家の活躍により世界は救われ、だがおジャンヌの人間としての人格は決して元には戻らなかったという。いや、バッドエンドじゃないかよリピートすんな。だがもともと獣の雄たけびのような鳴き声を上げるような人物だったので、うん、別に人格が戻らなくても差し支えはないのかもしれない。確かに顔も獣みたいだしな。こうして世界中の人間は勇者オジャンヌによってアフロヘアにされてしまう。なんで世界オジャンエンド。ちょっと待ってうるせえなおい。ちょっともう一回やり直してきていいっすか。もう分かった分かった、もう黙れ。もうここ無理。じゃあ早くやろう早くやろう。今ちゃんとメモしてきたんで。最大呪文のさっきのあの、うん、オッケー。カタカナで入力しようでしょ。さっきのルートでそのまま来たんだけど、愛情と役バインだね。まずさ、これ役バインって絶対どうせこれ役物的なエンドだろ。どうせ。こっちから見るか。よし、行ってこい役バイン。どうなる？あ、この演出は買わないんだな。これで薬草の効果が倍増しました。薬草が尽きない限りは無敵ですわ。うん、これアホなやつだね。何も意味ないじゃん。ふん、くだらん。清き女神が古来より受け継いだと言われる太古の呪文、ボコリーナでもないからこの俺を倒すことは不可能なの。ボコリーナだな、ありがとうな。今メモしといたぜ。あ、ふん、3時間の死闘の末薬草が尽きたのでおジャンヌは溶けた。溶けた。パパよりひどいじゃねえかよ。あー魔王が。こうしてこの世界の人間は勇者オジャンヌ一家のせいで魔王に支配されアフロヘアにされてしまう。なんで結局こうなんの。世界オジャンエンド必ずこれなんじゃん。ちょっとさ、これ犬も猫もみんなうるせえなおい。喋らせろや。最大呪文の名は聞く。行くよ。もうその中にもうあと2つあるからね。まず愛情でしょ。愛情って割といいエンド行くんじゃね。愛情ださあ行ってこい。これは改心するんじゃないか魔王側が。愛情こそが世界を平和に導く最強最大の魔法ですわ。たわごと戦場において力だけが魔王ことなき真実なのだ。メテオ。あ、メテオも言ってくれた。あ、弱。愛情もクソもねえなおい。またかよ。またアフロかよ。こうしてこの世界にもう何回目よ。はい、ボコリーナ、これは強いだろう名前的にも。ボコボコにすんじゃないの。体中に力が満ち溢れてきます。行ってこい、もう行ってこい。今その光をまさか重なんな。あの太古の呪文をバカ貴様ごときに扱えるわけがない。イエーイ。おいた、怒ったぞ。え、こうしてオジャンヌと魔王の戦いは幕を閉じた。あれ、普通に終わったぞ。世界中の人間もアフロヘアになることはなく、モヒカンになることで事なきを得たのだ。いや、よくねえよ。めでたしめでたし、アフロ。いや、関係ないだろ。やりましたね、父さん。うるさいって。めちゃめちゃくださってるね。匿名なの施設で、近い国に来てください。待って、もう中途半端なとこで終わんなって。ちょっと待てや。これ出てないやつにしたらどうなんだろうね。あ。こうしてこの世界に勇者おじゃん。何も変わらないんかい。メテオ、どうだ、どうなる。これシンプルに強いだろう。おいいぞ。おー、なんか自分の方にも来てる。うわが頭がお風呂に。なんでなんで。やりましたお父様、見ててくださったのね。
え？世界中のアフロヘア。結局かよ。もう最初からやるか。まだ見つけてもうずっと泣くじゃん。ちょっと飛ばそう。ちょっときついきついきつい。飛ばすのも面白いなこれ。一番最初の選択肢でなんか最初最大呪文はようってやったりしたけど結局変わんなかったんで。この下のやつにしよう。卵を産んだのだよ。それも金色のな。どうでもいい。その卵を食べていれ、俺は自分の口からニワトリを大量発生させる呪文を伝えるようになったのだ。素晴らしいだろう、娘。いや、しょうもねえよ。昔のように泡だけを水に浸して食う必要もない。これからは好きなだけ鶏肉を食えるぞ、娘よ。いや、しょうもねえし、汚ねえよ、なんか。お前の口からニワトリ出てくんだろ。この呪文、ゲロドリがあれば。いや、やだな。ゲロドリ何が面白いね。あとはここか万能薬の方か。ありがとう我が娘よ。おかげでまた話せそうだ。う万能薬といえばあれだな。お俺の誕生日にお前が初めてプレゼントしてくれたのが近所で売っていた万能薬だったな。なんでプレゼントで万能薬なの。お父様は昔から病弱でしたものねそうだったの。なのに口からニワトリ出す魔法は使えんでしょ。なんて優しいんだ娘よ。魔王これが家族愛だ。貴様には分からない、うん、分かった分かった。勢いだけは強いなお前。なぜ貴様をたまに家族マウントを取ろうとする。うんもういいって。そろそろ何も教えてくんねえのかよ。おじゃんよ最大呪文をお前に託そう。ゲロドリ以外くれよ。なんかあと何もなかったらあとゲロドリしかないからね。お父様お父様。うん、最大呪文の名は頼む。なんか言え。死ぬんかい。来るぞ来るぞこれマジでなれないもういいって。おいゲロドリだけじゃねえけど最後にやんの。結局最大呪文の名は聞けずじまい。もうどうするよ。その中に最大呪文さあ呪文の名を叫べま待って。最後の最後にゲロドリなの俺もうエンド見ちゃったしな一個。ゲロドリか。オッケーオッケー。ゲロドリでいきます。もう頼むぞ。今回歌ないんだね。ゲロドリだ。もう絶対しょうもねえじゃん口からかよ。おいなんだその呪文は。やめろ。このカーペット何万すると思ってんだ嘘ないかこのアンプテンこのニワトリがぐーいや何があったきたね。何これおしゃんぬが開いたニワトリは全てを食い荒らしみんなプロへ。またかよみんなそうじゃんもう結局かよ